まあ、そのこの企画を始める少し前にいくつかこう小さな仕事をしてて、まあ、その際に田中英子プロデューサーと、まあ、話す機会が何度かありまして、そこで何かこうね、素敵な映画が撮れるといいねとか、人の気持ちが動く作品を撮りたいとかってですね、自由にこうありもしない話をしてたんです。まず、原作の漫画の僕も一読者としてとてもこう好きでですね、五十嵐大輔先生のファン、先ほどお話ししたように、まあ、4度 C でその話をした、相談してた田中さんと、まあ、もしかしたら田中さんは僕のことを試してたのかもしれないんですけれども、実はこういう企画があるんだってことで提示されたのが怪獣。とても大好きな作品なので、まあ、そのとても大変な作業になるとは分かってたんですけど、誰かに譲るぐらいなら自分でやりたいということでお願いしました。そうですね、いや思ってました。ですがこれはとても大変な作業なのできっとやる人は大変だろうなっていう、ですね、企画が2013年ぐらいで、多分ですね1年後ぐらいから作が始まってると思いますので、2014年から、5年、およそ5年ぐらいもうね、長いのか短いのかもうわからないぐらいです。なんで私が、なんで私を、どうして私を誘いに来たのかな、同じことを思ったりしたのかな。まあ、先に言ってしまうととてもこう身近に感じてました。制作期間中はキャラクターやストーリーの監修はもちろんなんですが、その中に、まあ、その感想としていくつかこう提案もいただきました。ラストに喧嘩をした女の子が出てくるんですけども、ルカを待つ形で登場させたらどうかといったのは、先生のアイデアです。また、ルカが歌う、ルカの子守歌っていうのがあるんですけれども、それも僕らの、オーダーで僕がお願いして、先生に新しく詩を書いていただきました。そうですね、まあ、むしろだから僕らがどういうふうに解釈してもらっても構わないという非常に自由な、条件を与えてくださったので、逆にその何て言うんでしょうかね、よりもっとその原作感というか先生のアイデアも入れることによって、よりこう漫画とシンクロしたものにはしたいなと思いました。ですね、まずこうビジュアルから言うと、やっぱこう皆がやっぱり同様にこうもうすでに到達すべくイメージというのが明確にありますので、それをやっぱりこう映像として体現するために何ができるんだろうというところがありましたね。ですから、まあ、書くことも重要なんですが、まあ、CG とか の, その最先端の技術も利用することによって、もうその何でしょうかね、できる全ての技術と時間をつぎ込んだというところです。ああ、いやいや、わかりました。でも最初の企画の段階で CG をある程度使えないかという提案はあったのは事実です。それは単純にそのコストとか、作業の軽減だけではなく、新しい技術も導入しつつ新しい映画にしたいというプロデューサーの意図があったと思います。新しい技術にチャンスを与えるということですね。いいところを聞いてくださってますね。まあ、僕はもともと子供の頃からという方正しいかな、ね、まあ、少年の頃から久石さんの音楽が好きでファンでした。少しだからその映画の内容とか映画のシーンに寄り添うような形で、控えめなんだけどもしっかり存在感のあるミニマムという、技法がとても僕は個人的に好きでした。いつか自分で映画を作る時に先生にお願いしたいということをずっと夢に思ってました。で、いろんな人の、力を借りてですね、何年かかかってようやく先生のお願いできる形になった。先生はすでにその打ち合わせの先であって、漫画を読んでくださってて、その、打ち合わせの席でミニマムというのが
この作品のイメージに合うんではないかということをおっしゃっていただきました。先生自身もしばらくそのミニマムというスタイルを取ってなかったかもしれませんから、新しいアプローチとして、なんだろうな、もう一度というよりは、新しい扉を開けることに挑戦してみたいという意図が多分先生の中にあったと思います。ですから僕はもう仕事を忘れて非常に興奮したわけです。大変で、まあ、その水物海物と聞くだけでちょっと尻込みするアニメーターはたくさんいたの事実です。まあ、その鬼門に挑戦しようと決めてくれた、まあ、勇気あるアニメーターたちが非常に勇気的で能動的な、まあ、素晴らしい本当にこう生き物のような海を描いてくれた。言ってしまうとアニメの技術で言えばですね、ピノキオの、波を多分更新してなかったと思うんですよね、あれを目指そうと。そこは海の中だった。まあでも本当にこうすごく当たり前なことを濃厚にやったとは言えるかもしれません。要するに CG で作ったモーションにアニメーターたちが、まあレタッチを入れていくとか、あるいは逆ですね、アニメーターたちが描いた動きに合わせて CG チームがワンフレームワンフレームをこう少しずつ調整をしていくという、もう本当に気の遠くなるような作業をした結果です。僕はまああの一番強いと思っているのはシャチなんですけどもただ神秘性を感じるのはやはりこう歌うクジラと言われているザトウクジラでしょうかね。そうですね、やっぱりこうその命っていうもののテーマに一番こう合致した、導き方というのはやはり体感することではなかろうかということですね。より具体的に言ってしまうと、ロールプレイングゲームがなぜあれだけエモーショナルかっていうと、誰もがみんな自分が勇者ということですよね。ですので、まあ、もちろん物語はルカを中心に来て、ルカはこういう経験をしましたっていう、まあ、客観的に捉えることもできるんですが、ルカと一緒にも経験をしてしまう、体験をしてしまうっていうところが、あの誕生祭の狙いです。とても正しい見方をしてくださってます。まさにあの少女にとっては母性の目覚めなんですね。要するに母性というのは要するに自分の中にあることなんだけど、自分の中に母親があるっていうことで、自分のルーツもして、そしてこの先命を紡いでいく意味というのを彼女は本能的に悟るわけです。そうですね、まあもっとそのアニメーションって開かれたものであると思うんですよね。どんな表現をしてでも成立するということ、本来その空想して何もないとこからものを生み出す自由っていうのが絵にはあるはずなんです。なぜアニメかっていう、そのなぜアニメかっていうことの答えをやっぱり全てのアニメーションは内包している。ですからそれぞれのクリエイターがそれを強めることによっていろいろな作品が出てくることがより豊かになると僕は思います。ジュゴン そうですね、あのね、まさにおっしゃった通りです。今回は、今回はそういう意味ではなるべく広い間口で、いろんな人に訴えかける、要するにもちろん原作はそういう、原作からそういう映画に、ね、昇華させる意味で、そういったテーマを入れてほしいってオーダーもありました。また僕も、いろんな作品を手掛ける上で全世代にやっぱり向けて広い間口で、伝わるものを作りたいと思ってたので、そういう、こうオーダーと目的が、いい形で融合したと、世界の人に見てもらえるといいなと思ってます。僕はその根源的な部分ではいつからそういう意識をしてたかというのは知らないんですけど、おそらく田中さんは最初からそう、もう国を限らずいろんな人に見てもらいたいというような
広い視野をお持ちだったと思います。まず、これからね見てくださる方にはですね、ぜひ、こう自由を感じていただいて、ルカという少女の物語ですけれども、これは皆さんこう見てくれた方々一人一人の物語であるというふうに受け取ってもらえると嬉しいです。また、そうですね、将来アニメーションを作ろうと考えている若い人たちには、そのアニメの魅力を、存分にこう感じていただいて、アニメーションとは何かということ、それをこう考え直す機会にこの映画がなれば幸せです。あなた方はアニメの未来なのですから。とんでもございません。ありがとうございました。メルシーボク。